で聞いてあるかもしれません。やっていきたいと思います。今日はですね、僕のアーク人生の中でもかなり衝撃的だったアイテムとかエングラムっていうのを紹介できればと思っております。結構ね、やっぱり最初のアークっていうのは原始的な生活プラスあとは恐竜みたいな感じだったんだけど、だんだんね、あのマップが追加されることにいろんな便利アイテムとかチート級の装備とかが増えていきまして、その中でもですね、僕がいやめっちゃ衝撃だったな、これやっばみたいなやつがありますので、それをですね3つに特別にピックアップして紹介できればと思っております。ということで本日の目的は1つ目、衝撃のアイテムについて、2つ目 KTR が選ぶアイテム参戦で、最後に番外編やっていきたいと思います。でまず1つ目に衝撃のアイテムについてなんですが、今回ですねアイテムの選定条件としては、まず第一にテックエングラムは全部除外してます。なので、まあ、テック棒とかテックフェーズピストルとかテック水筒とかそこら辺は特に出ないですっていう感じなので、テックはね、まあなんていうかな、クリア後のボーナスみたいな感じの部分もあるし、まあ正直ね、初手からずっとチートだからテックはねっていう感じなので、一旦テックは置いといて、まあ通常のアイランドのエングラム以降の追加されたやつで、かなりね後出しでめっちゃ衝撃やったわみたいな感じのアイテムとかエングラムっていうのをね紹介できればと思っております。ということで早速 KTR が選ぶ衝撃的だったアイテム参戦いきましょう。でまず1つ目はですね、僕の中ではかなりね便利で未だに使っているというね超イケてるアイテムっていうところで、これを紹介できればと思います。こちらですね、そうなんです、海洋プラットフォームになっております。これはですねマジで便利だから、もしね海に拠点を作る人っていうのはぜひね使ってみていただければというような形になっております。で、正式名称がオーシャンプラットフォームかなっていう感じで、一応金属と木製っていうのがあって、メガケロンのシェルなんちゃらっていうのを原料使うやつと、あとは金属を原料使うやつ で金属の方がでかいから今金属を置いているって形なんだよね。でこれやばいのがスナップをもうね会場に強制的にこの真四角で作ることができるっていうところがすげえ画期的で、えっぐっと思って、でジェネワンで最初出たんだけど、オーシャンっていうねバイオームがかなり住みやすいんだけど土地が少ないっていう海ばっかりっていう感じだったので、これが超大活躍してかなりね使わせてもらったかなというようなねものがこの海洋プラットフォームになって、もちろんねそれ以降のマップでも超便利なので、単純に海の上に何かを作る際にはこのオーシャンプラットフォームめっちゃ便利だから、ぜひね使ったことない人は使ってもらうと、海の上でも建築ができて、海でいろいろね建造物をというところの点でめっちゃね有能なので、ぜひねこういったもので海洋拠点とかの、まあ、足がかりにしてもらえるといいのかなというふうに思ったりしますね。ただねポイントとしては木のねプラットフォームの場合はちょっとですねメガケロンのアイテムが必要ですので、メガケロンいないマップだと辛いんだけど、その際は金属のねこっちのプラットフォームを作ってねというような形にはねなっておりますね。一応金属のねプラットフォームだとメガケロンのねなんちゃらシェルフラグメントだっけ、あれはいらないので、どのマップでも普通の素材で製作可能っていう感じで、エングラムだけ解放すればこれを作れるのでかなり有能なので、で中のねこのくり抜いてある部分も別にスナップから天井バーってつければ埋めることもできるし、逆にイケスとして開けておいて階段とかも逆につけてみたりみたいな、そういったこともできますので超便利なの でさらに言うとちょっとねこれスナップつかないので難しいんですけど、目測でやんないといけないんだけど、まあ、こういう感じで横につなげておくこともできるんだよね。まあ、ちょっとね置き方としてはスナップしないからちょっと目測でねこうやって気合で置くしかないんだけど、今適当に置いたんだけど、こんな感じで4つつなげることもできて、で一応ね狭いエリアって建築条件があって、オーシャンプラットフォームねちょっと狭いんだけどプラットフォームの設置上限があって、その設置上限の範囲はねなんだけど4つあるから、その4つをね重ねて最大値の大きさのプラットフォームの場所を作ることも可能ですので、海の上に簡単にスナップを作るという意味では非常にこの海洋プラットフォーム有能なので、ぜひね使っていただければ、特に建築が上手い人はすごくね刺さるんじゃないかなというような形で、僕は超衝撃をね受けましたね。海に拠点作れんぞみたいな、イカダじゃなくてええぞみたいな感じが最初あってめちゃくちゃびっくりしましたね。ということで次のアイテム行ってみたいと思います。次のアイテムはですねこちらになっております。もう皆さんご用達ですね。そうです、マインドリルです。いやもうマインドリルはやばいんですよ。何がやばいかというと、もちろんね普通に採取ができるというね
形で、まあ、マインドリルすごいよねっていうね話ももちろんあるんですが、で一番ねこのマインドリルのやべえ点っていうのが重量カットの部分になるんですよね。もちろん祭祀もねすごく強くて便利なんだけど、それよりやっぱりですね、あの重量カットっていうのが有能すぎて、サバイバーでいろんなアイテムが持つことが可能なんですね。例えばあの石とかだと分かりやすいんだけど 12.5 とかになってるんだけど、今ねあのマインドリル装備してるからこれを外した状態で見ると50になるんだよねっていう感じで、なんと 50% 以上もカットしてしまうというね、やっべえですね、あの重量のカット率があるので、これを使うことによって非常にあの便利にアイテムを持ち運ぶことができるという形になるんですよ。でさらに僕がよく使ってたのは、まあ、例えばクリスタルアイリスとかだとトロペオグナッツの背中に乗って、で自分があの金属をバーって掘ってってっていう感じで、で自分がですねあのなんていうんですかね、このバーって掘っていくと金属をですね重量カットとして持てるんですね。であのまあもちろん重くなるので重量場になるので移動はできなくなるんですけど、まあ一応トロペをね真近くに置いてすぐねその場で乗れるような形を取っておけば問題なくずっとね回収することができ続けますので、そういった形でずっとバーって回収して、あの視野だけ視点だけ向けて乗ってまた移動してみたいな形でトロペをね少し重量に振ってでそういった形で使ってたりもしたので、まあ、そんな感じでですね、あのこのマインドリルはですね日頃の建築での移動の時にももちろん便利なんです、そういった採取の時にも非常にねあの有効に活用できますので、このねマインドリルマジで便利だったんだよね。いろんな場面で便利だったっていう形なので、僕はねこのマインドリルって時多分ジェネシス1で、あのさっき の, あのオーシャンプラットフォームもジェネシス1なんだけど、それより多分ね一番ジェネ1の中でこのエングラムが俺はねびっくりしたんじゃないかなと。めっちゃ便利やんけみたいな。でしかも俺結構めんどくさがりだから、もうマインドリルでええわっつってマインドリルでバーって取ってで恐竜になって帰っちゃうみたいな、そういったのも全然あるので、まあ、そこら辺がね本当に便利だったので、僕はねこのマインドリルによって結構ねいろいろ助けられる場面あったので、超ねあの感謝しているというか、かなり衝撃的なこんな便利なアイテム出ていいみたいな感じでしたので、僕はねこのマインドリルはめちゃくちゃ衝撃なアイテムだったかなと思いますね。それでは、本日最後のですね、僕がめっちゃびっくりした、衝撃のアイテムを紹介していきたいと思います。これが多分ね一番俺びっくりしたんじゃないかなというところですね。それはこちらになっております。そうです、みんな大好き、卵ふかきになっております。いやこの卵ふかきはマジでチートやって今までのブリーディングの概念をぶっ壊したからマジでチート。しかもやばいのがこれジェネシス2で出たエングラムなんですが、メイウィングっていう生物とともにジェネシス2で出たんだよね。でメイウィングは子育てやってくれるし、この卵ふかきとメイウィングのセットでブリーディングがバッチクソイージーになったんだよね。なのでめちゃくちゃ衝撃で、あこれやばいやんけみたいな感じで、今のもうスタンダードにもちろんなってるんですが、この卵ふか装置っていうのは超便利で、やっぱりね今までのブリーディングがめんどくさい点で、 PC 版やってる人とかはスマートブリーディングみたいなやつとかを入れたりしてまあいろいろやってたんだけど、そういったのもね結構省略してる部分も多くあって、卵の場合だとステータスが見れるので、そんな感じでいろいろな場面で役立つ。勝手に温度調節もしてくれるし、勝手にあの卵の保存もしてくれるしみたいな感じでめちゃくちゃ強いんだよね。なのでこの卵ふかきはやっぱりブリーディングっていうのはですね、アークのエンドコンテンツでやはりねどのサバイバーも最後にはたどり着く場所だと思っていて、もちろんね俺も同じくたどり着いて、一定のブリーディングはねもちろん廃人ブリーディングはそんなしてないんだけど、普通のブリーディングはしたんだよね、してるんだよねっていう感じなので、それをね考えるとやっぱり卵を入れて勝手に孵化できて、色番号も見れて、ステータスのポイントも見れて、でなんなら最近だとですね、なんだっけこの胎児モニタリングか、正式名称は、これで妊娠の恐竜に対してのエッグインキュベーターのこの卵孵化装置の同じ機能を使えるというのがマジでやばい、本当にやばいんだよね。なのでこれは普通にアークのサバイバーとしてガチ必須アイテムで超絶強いので、ぜひねこのエッグインキュベーター卵孵化装置に関しては、まあ、1回ね使ってみることを超おすすめしますね。やーべえって感じですね。なんかねあまりにやばいという噂だったので、ちょうどスチームパンクモッドをね生放送でやってたんだけど、卵孵化装置だけは使わなかったんだけど、まあ、ジェネ2で初めて触って、あこれやばいわっていう感じになりました。はい
なのでね、これほんとテックエングラムでいいんじゃねえかっていうレベルがチートなんで、まあ、ぜひね、この卵孵化装置のヤバさっていうのはまだね、ご存じない方は一度使ってみると本当にね、ブリーディングに必須になるので、で、アークはブリーディングがやっぱりハイエンドなコンテンツとして必須になってくるので、行き着く先としてはね、なのでぜひね、試していただくとマジやべえんじゃねえかなっていうのと、俺はめっちゃ衝撃受けて、えみたいな、めっちゃ便利やんけ、何でもできるやんけみたいな感じですっごっと思って、で、胎児のあのモニタリング出てきた時はもう神アップでやんけみたいな感じになって、2度の衝撃を受けましたので、これはマジでおすすめというか超素晴らしいアイテムになっていくなというふうに僕は思ってますね。っていう感じですね、今回の僕がアーク人生の中で、まあ長いことやってたんですけど、海洋プラットフォーム、マインドリル、この孵化装置というこの3つがですね、僕的にはかなり衝撃的な、うわめっちゃ便利やんけとか、おすっごとかで、これやばみたいな感じの、まあ、印象を受けた、やっぱりね、そういった衝撃を受けたアイテムたちになるのかなというふうに思っておりますね。という感じで最後に番外編やっていきたいと思います。で、番外編はね、なんかすごくね便利ななんちゃらとかいうわけではなくて、実はね意外にまあ、なんかみんな知ってる人は知ってるんだけど、もちろん当然知ってるんだけど、意外に知られてないアイテムで実は結構便利っていうのがありますので、まあそれをね、お見せしていきたいと思います。それはですね、こちらになっております、ムチです。はい、これムチめちゃくちゃ便利で、これ何が便利かというと、まず第一便利ポイントからお伝えしますと、まあ、アイテムをこうやって落とすじゃろ、でアイテムを落とすとこういうなんかボックスみたいなのが落ちるじゃろ、ムチ打つじゃろ、回収できるんだよねこれやばくないっていう感じで、あとはね、恐竜にバンって打つと、こうやって、まあ、なんていうかな、移動するんだよね、とりあえず移動するって感じなので、自分たちの恐竜がスタックしてる時とかは、野生恐竜はね、まあ、向かってきちゃったりするからあんま意味ないんだけど、まあ、とりあえずね、恐竜をなんかパンってムチで殴って移動させるということができるのがこのアイテムのいいところなんだよね。なので、スタックしたりハマったりしてるタイミングでムチでバンバンって打ってあげると、ちょっと移動して、でそこら辺が解除されたりするので、そういった部分がですね、非常に便利です。アイテムも拾えて、かつ恐竜もまあなんていうかな、こうちょっと、ま、前行けよみたいな、そのぐらいのレベルなんだけど移動させることができるっていうのが本当にね、優秀なポイントとなっておりますので、意外にですね、このムチっていうのは、まあ、結構ね昔からあるんだけれども、結構俺も忘れがち、あー、ムチ持ってけよかったわみたいなっていうタイミング全然あるから、かなりねこの便利なムチっていうのは、まあ、おすすめできるかな。恐竜を動かせるし、スタックとかよくするしね、なんか暗いポットでこう重なって出しちゃった時とかっていうのも全然あるので、まあ、そういった形の時とかもいいんじゃないかなみたいな。で、アイテムとかに関しても、うわーちょっと重量オーバーやーってなった時は、一回その場でポンポンポンって捨てて、でなんか適当にさ、工業炉の近く行くじゃん、で工業炉の近く行って、こっち向いてムチでこうやって回収するみたいな感じっていうのも全然できるから、なのでそういった使い方ができるので本当に優秀なんだよね。で、ただまあ難点としてはちょっとね、耐久度が低いから結構壊れやすいっていうのがあるんだけど、まあそれさえね、まあ別に簡単にね直すこと可能なので、非常にムチっていうのは、俺はね、まあその元々ねムチの機能はまあぬるっとね、まあ覚えていったので、そこまで衝撃ってわけではなかったんだけど、意外にねみんな知らなかったり、俺もよく忘れてたりするので、まあ、ムチって便利だよなというところでね、まあ、衝撃というほどではないんですけど、既存アイテムで、まあ、有能だよねというところで、ね、番外編で紹介してみましたっていう感じになっております。ということでですね、本日はですね、アークをやってて結構衝撃的だったよなという思い出のエングラムを紹介してまいりましたが、皆さんの衝撃的なエングラムだった、びっくりしたわこれ出た時っていうのはね、もしあったらねコメントとかで教えていただけると幸いです。僕はねこの3つがやっぱね、いろいろ思い出をね巡ってみた時に、こいつやろなっていうのがあって、まあいろいろな思い出もね、そういった補正も込みなんですけど、やっぱりね、こういうのが、まあ、便利とかそういった部分で今までの常識を変えたというアイテムがね、まあ、今回の3つの選出につながったんじゃないかなっていう感じでしたね。ということで本日はこのくらいにしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。